2013年6月2日、第7師団総体58周年及び東、千歳駐屯地創立59周年記念パレード。第7師団は陸上自衛隊の師団の一つ、北部方面隊直轄にあり、師団司令部を千歳市の東千歳駐屯地に置く。胆振、日高の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、民生協力及び国際貢献活動を、 行っている。陸上自衛隊で唯一の機構手段であり、3個戦車連隊を中核とし、約200両の戦車が集中配備されている。戦車連隊を複数有する手段は、第7手段のみであり、戦車の大量装備のみならず、特化の装備する火砲の完全自走化もなされている。重戦力による軌道打撃を担当しており、軌道運用部隊として、 必要に応じた地域への展開も行う。また、普通科部隊である第11普通科連隊も普通科6個中隊機関と、部隊規模が大きく、重迫撃砲中隊も含めて、こちらも完全機械化されている。このほか戦車配備の偵察隊や装甲車配備の通信隊など、他の資料団と比較し機械化が図られている。 第7師団は前身の第7混成団時代より機械化部隊として編成が行われてきた。陸上自衛隊の北方重視と予算問題による他の混成団の機械化改変構想の断念もあり、当時からその部隊編成は特徴的であった。1962年の師団改編時も兵士団となっており、1980年の次大改編において、 その傾向がより強まった。1980年代後半の戦車の北転事業で増強後に冷戦終結を迎え、2010年代の西方重視への変換等、冷戦後の体制改革を受けつつも、現在まで機動運用部隊として運用されている。第七混成団を第七師団に称号変更し、改編。第七航空隊が、 北部方面航空隊霊下に隷属替え、第7戦車大隊を第71戦車連隊に改編。方面直轄の第1戦車団を廃止し、第72戦車連隊、第73戦車連隊を進展。第23普通化連隊を廃止。第24普通化連隊は、第8師団霊下へ移動。第7特化連隊第5大隊を第7、高車特化連隊として、 分離独立し、師団直轄とする。第7武器隊、第7補給隊、第7装甲輸送隊、第7衛星隊を廃止、統合し、第7広報支援連隊を進展。1990年頃の主要編成との混成団と同じく、1個普通化連隊機関。第18普通化連隊内に1個特殊中隊。小型化した普通化連隊3個を機関とし、 特殊部隊を代替に増強、特化連隊が5個代替編成となる。第18普通化連隊主力は、第5艦区隊へ移動、第5艦区隊より、第11普通化連隊が、0下に入り、第18普通化連隊第4大隊と変更し、第23、第24連隊を新編。有事には、装甲輸送隊の支援により、普通化部隊の機械化を図る構想であった。 第七混成団が第七師団に改編。編成は混成団時とほぼ同じであるが、特殊の名称が、戦車に変更。唯一の兵士団編成。三個普通科連隊、一個戦車代隊編成から三個戦車連隊、一個普通科連隊編成の機構師団へと改編。主要編成は現在とほぼ同じとなる。第七戦車代隊を拡大改編し、 第71戦車連隊を新編。第1戦車団、第2戦車軍を廃止し、第72戦車連隊を新編。第1戦車団、第3戦車軍を廃止し、第73戦車連隊を新編。第11普通化連隊は4個普通化中隊、迫撃砲隊から6個普通化中隊、迫撃砲中隊に増強。機械化装備も増強。 第23普通科連隊は廃止。第24普通科連隊は第8師団霊下となり、エビの駐屯地へ移住。隊員の一部は第11普通科連隊の増強等に充当。第7装甲輸送隊を廃止し、装備を第11普通科連隊に移動。第7特化連隊第5大隊が独立し、第7校舎特化連隊に増強改編。 第7広報支援連隊を進展。第7施設大隊が4個中隊編成に改編。戦車の北天事業に伴い、第7師団の部隊強化が先行して行われ、現在の主要編成と同等になる。第2混成団戦車隊を部隊配し、第12.13戦車大隊から1個中隊を削減し、第71.7273戦車連隊に、 第五渋滞を新編。1990年頃の主要編成。ありがとうございます。